それで、ほら、いければ。いければ言って、いけるの、あれかな、うん、あ、それでいける人もいるんだよね。あ、これ無料だとか出てるんだ。出てるんだ。俺もそんな知らなかったけどさ、うん、本日行ったら、ああ、そうなんだと思ってさ、うん、いや、だから、うちの人は出てるのバッグ取るじゃない、音声のバッグはさ、はい、ね、だけど、私あれ何の話言わないけど、いつも僕のところで降りたんだけど、じゃあそれに乗って、早いのがあるんだよって思ったのね。そうだね、無料バスがあるんだよね。あと、お風呂だけならさ、あの、日陰の老人センターがあるじゃん。そうみたいね。うん。うんうん、そこでも、そこは無料だからさ、老人は。うん。うん、だけど、バスに行かなくちゃいけない。まあ、問題はさ、そこまでバスで行かなくちゃいけないからね。うん。まあ、でも、老人センターはバスが行ってるからいいんさね。そうだね。うん。もちろん老人センターは、バスは行ってるけど、こっちから行けないんだろうな。この日の老人センターも無料だから。これ知らなかったね。歩けるうちはいいけど、歩けるか。